こんにちは、ハッセルです。いつもご視聴ありがとうございます。皆さんはこんなトランプ見たことあるでしょうか？これ真っ白なんです。印刷されてないトランプなんですね。その昔トランプはとても貴重でした。1枚なくなってゲームができなくなったからといって次に新しいものはそう簡単には買えなかったんです。ですのでトランプを買いますとこのような白いカードが予備についていたものです。どういうことかというと、なくなったトランプの数字を書いて代わりに使ってたんですね。でもなかなか綺麗に書くことはできません。こんな時マジシャンはどうするかと言いますと、簡単に印刷をすることができます。今日はそんなマジックをお見せいたします。お楽しみください。はい、こちらは一組の普通のトランプです。少し混ぜて置いていきます。こちらが先ほどお話をしました特別な印刷前のトランプです。1枚、2枚、3枚、4枚持ってきました。表は先ほどお見せしましたように印刷前ですから、このように真っ白です。今からこのトランプに1枚ずつ印刷をしていきます。まずは1枚目、ハートの10。このハートの10の上でこのトランプを振るだけです。振るとこのようにハートの10が印刷されます。これすごく便利だと思いません？さっきまでこんなに真っ白だったのに。2枚目いきます。2枚目はスペードのキング、上で振るだけです。と同じようにこのようにスペードのキングも綺麗に印刷されます。3枚目、3枚目は2枚同時にいきましょう。2枚の上でこう振るとですね、なんと2枚このように印刷されてしまいます。最後はもう少し変わったことをしましょう。例えば箱の上でこう振るとですね、箱もですねこのようにですね印刷されてしまうんです。ここに星の絵の描かれたカードがあります。1枚、2枚、3枚、4枚、これ裏も星が描かれてます。裏も表もこのように星が描かれてます。このようにパパッとですね1枚星が砕けちきます。何かこれから連想するものありませんか？私はですねアメリカの国旗を連想しました。